将来的には3人のこの楽器を使ってこの令和っていう国から始まっていく民謡っていうのを創作できればなと思ってます。僕以外のお二人っていうのが、小さな頃から、今回の見かけプロジェクトの一番のテーマにある民謡という、世界で、生きてこられてて、けどそれはもう根本にあるだけであって、翔くんも津軽三味線を使ってさまざまなセッションだとか、洋楽の世界以外にも、アプローチをたくさんされてますし、で幸喜くんに関しても、幸喜くんとは他でもさまざま一緒にやってきましたが、やっぱ聴いてる音楽がもうじゃあずっと二人とも民謡なのかって言ったら、民謡も大切にしながらもう世界中の音楽を聴いていて、そうすると多分もうその尺八だ三味線だっていう楽器だけでもう奏でてるその旋律とかそのニュアンスってもうまた一つ民謡を超えてる部分もあると思うんですね。でじゃあその僕が今何ができるかって思えば、私もそのおことを小さい頃からやってきても、2人とは全然違う、もう民謡と僕の邦楽の3曲って世界はもう全然違う世界観なんですけど、そうですね、僕もさまざまギターをやってきたりとか、ロックンロールとかロカビリーが好きだったり、その表現が今手元にある慣れ親しんだ楽器でどうできるかっていうのはみんなそれぞれあると思うんです。だから元々の根本が違くても表現をしうる楽器が和楽器になっているわけで、それってすごく3人とも同じような意識があるんじゃないかなって思う。これはまずいですね。なんかこっからサビに向けてブワーって広がる感じにするとすると、このノリもありだなって思って、どう思います？今日は太鼓です。幸喜くんがすごくおっしゃってる一つで、民謡を発掘したいと、知られていない地域の、本当その地域しかないずっと歌われてきた、例えば盆踊りで歌われてる曲もあれば、そのまま仕事場だとか、それが寮だったりとかで歌われているようなものも発掘して、自分たちもそれを再現、私たちの方の雅楽とかもあればそれ復元なんとかとかあったりとかあるんですけど、そういった形で、漏れている民謡を探すっていうのも僕もぜひやっていきたいなと思ってます。でそういうことが積み重なっていった時に、僕はこれが民謡の世界の人間ではないからと思えてできちゃうのかなと思うんですけども、そういった民謡っていうものをこの3人で作っていければいいのか